後を絶たない投資詐欺を減らそうと県警と県内の銀行が協定を結びました県警と協定を結んだのは県内に本社を置く静岡銀行と駿河銀行です県内では今年すでに投資詐欺などの被害が14億円に上っています協定では銀行が不審な取引を確認した場合利用者と警察に連絡をすることなどが盛り込まれています 県警の水島春彦生活安全部長は被害の抑止につながるよう全力を尽くすと話しました。